ちょっと和んだ話。数日前に飲み物を買いにスーパーに行ったら、ある一組の家族に出会った。両親と小学校低学年ぐらいから幼稚園の男の子3人とベビーカーに乗ってる1歳ぐらいの女の子の合計6人家族。両親が熱心に食料を選んでいる間、3人の兄たちは協力して妹の面倒と乗ってるベビーカーを見ていた。そんな中、兄3人は誰がベビーカーを動かすかで喧嘩。しかもベビーカーを中心に喧嘩していたので、眠ってた妹は起きて号泣。妹が号泣してるのを見て、兄3人は我に返り、協力して妹をあやす。そこで兄3人は仲直りして、3人でベビーカーを動かしていた。機嫌が直った妹は、ベビーカーの中で、キャッホーイ。兄たち3人は、なんとか戦隊、なんとかジャー。と言って、ベビーカーに乗ってる可愛い妹を守るために、常に悪の何かと戦っているらしい。そして、今日も、なんとか戦隊、なんとかジャーの兄3人は、ベビーカーの中の妹を悪から守るために、元気にベビーカーを運転していた。